1912年のストックホルムオリンピックに出場するオスカー・スバーン。オスカー・スバーンはスウェーデンの射撃競技選手である。3度のオリンピックに出場し、複数のメダルを獲得した。1908年ロンドンオリンピックでオスカー・スバーンはシカオイシングルショットで2つの金メダルを獲得し、シカオイダブルショット個人で銅メダルを獲得した。この時60歳で、 当時の最年長金メダリストであったジョシュア・ミルナーよりも一切若いだけだった。祖国で行われた1912年のストックホルムオリンピックでは鹿オいシングルショット団体で再び金メダルを獲得した。鹿オいダブルショット個人でも再び銅メダルを獲得したが鹿オいシングルショット個人では5位に止まり、息子のアルフレッド・スバーンに優勝を譲った。この時64歳で、 今日でも破られていない最年長の金メダル獲得記録を更新した。1920年のアントワープオリンピックには出場者中最年長の72歳で出場した。これはオリンピックに出場した最年長記録となった。鹿オイシングルショット団体では4位に入り、鹿オイダブルショット団体では銀メダルを獲得して、現在でも最年長のオリンピックメダリストとなった。 1924年のパリオリンピックには病気のため出場することができなかった。1908年、1912年、1920年の3度のオリンピックでオスカー・スバーンが出場したすべての団体競技において息子のアルフレッド・スバーンも同じチームに所属していた。アルフレッドは個人種目では銅メダル一つ、銀メダル一つ、金メダル二つを獲得した。 ありがとうございます。